はい、それではゼルダの伝説ブレスオブザワイルド始めていきます。ミファーの像壊れてたんじゃなかったっけ。あれ治った改めて壊しちゃダメか。で、ミファーの魂を解放してあげまして、なんかね、この里来た時嫌われたりしてたけど、もう好かれてるんかな。思い出したぞら、このお方は。しかしこのお方が、指導士が連れてきたハイリア人なら話ができすぎている。まさかとは思うが一応確認するぞら、うん、旅のお方質問があるぞら。ちびっこスババ団の合言葉を答えるぞら。なんだと。え白い雲澄み当たる青ぞら。ゾラ正解なんだ間違いない、本物のリンク様ゾラ。まあその通りですって言っといてやるか。やはりこの合言葉はちびっこスババ団しか知らないはずゾラ。それにしても変わらないゾラね。この100年間どうしてたゾラ。眠ってました。そんなに眠れるわけない。いや正直に言ってんだよ全部。それにしてもこの青空、久しぶりに雨が止んだぞら。眩しい、太陽が眩しすぎるぞら。体ひからめんじゃねえの。でなんかゾーラ族ってオスは胸当てしててメスは胸当てしてないんですね。おっぱいの概念ないのかな。まあ魚だから、ほらほら、女性はむき出しですな。ふむふむ、そういうことなのかしら。クエスチョンマーク、びっくりマークついてたからなんかあるんかね。おはようございます。リンクさん、真珠のことで大変な時ですが、あなたにしか頼めないお願いがあるのです。あ、これサブのクエストみたいなやつかな。あの山が雷獣山です。ライネルという赤い盾紙を持つ魔物が住み着いているそうです。倒したね。あの山にいるライネルでも、他の場所にいるものでも良いので、とにかくライネルの姿を私に見せてもらえませんか。なんで話が早くて助かります。というのも雷獣山の先端に試しの岬とあ言ったね、全然てか失敗したけど試しの岬と呼ばれる突き出た崖があるのですが、そこから東の貯水湖に飛び込む遊びを推奨するうらちな輩がこのゾーラの里におるそれ私も楽しんでますね。はい、すいません。そんなわけで雷獣山にいる魔物ライネルの姿を口伝すれば試しの岬には近づかなくなるだろうと思ったのです。それではリンクさん、手段はお任せします。ライネルの姿お願いしますよ。ここに連れてきてやってもいいが、ただまあすでにあの時確か写真撮ったよね。はい、ひょっとして私哀愁さんへの行き方も大丈夫です。いえいえ、もう撮ってきてあるんだわ。うん、アルバム見たらなかったな。いや、ああいうね、サブミッション的なやつは、撮ってない時にやります、動画をね。うん、まだ寝てるな、可愛い子たちが。やっぱ胸隠してる、オスだな、君は。トルフォー、よー。おお、ハイリア人か。それより見たか、空を。久しぶりの晴れ間だ。ルッタの放水がついに止まったんだな。あ、君はどうでもいいあれだったね。ではそろそろちょっと上に行ってね、まあ、王様とお話しすればストーリーが進むんじゃないでしょうか。はい、ミファー解放してきましたよ。ミファーは多分ハイリアを解放、なんかガノン倒すまであそこにいるだろうから会いに行けよ。ウォーリンク、よくゾウ戻った、待っておったぞ。思ったより、ゾーラ族カラフルですね。あれほど猛威を振るった豪雨が嘘のようにやみ、この里の危機は消え去ったぞよ。ハイラルの大地が水没する心配はもうなくなったぞよ。いや湖の水を上に吹き出してただけで、そんな水を生産してたわけじゃねえだろあいつは。そなたが水の真珠を沈めてくれたおかげで、このゾーラの里は救われた。ピコピコ動いてる子供が可愛いな。期待以上の働きをしてくれたそなたに、
民を代表して心から感謝の意を示したいぞよ。リンク、お前に辛く当たってすまんかったぞら。切ってやりたいな。お前もミファ様のことを考えてくれていたのぞらな。元老院の面々もひれを畳んで感謝しておるぞら。やっぱりこの例えあるんだ。わしら老人の多くはハイリア人を誤解していたのかもしれぬ。むしろいい話だが、もし許してくれるのならばこんなに嬉しいことはないぞら。リンク、そなたには礼を渡さねばならぬぞよ。なんか言葉が定まん、喋り方が定まんねえな。さあ、あの宝箱の中のものを受け取ってくれ。あれはミファーがずっと愛用していた形見のようなものぞよ。有効な証としてそなたに持っていてほしい。そしてどうかいつまでも大切に。そういえばリンク、そなたは大魔の剣を持っておらぬが、かつての記憶とともに大魔の剣もなくしたぞよか。大魔の剣が何かよりなくしたかものがちょっと面白そうだね。なんと、なくしてしもうたぞよか。あれは英傑のリーダーであるそなたにしか扱えぬ剣。きっとこのハイラルのどこかで主が来るのを待っているに違いないぞよ。リンク、今回のそなたの働きにはゾーラ一同心から感謝するぞよ。そしてシド、あれ、シドは胸むき出した。どういうことだ。お前がリンクと共に神獣と戦ったこと、父親として誇りに思うぞよ。知らぬ間にそんなにたくましくなりおって、もうわしの跡取りとして申し分ないぞよ。こいつ泳いでただけですけどね。父上、よく見たら他のゾーラ族と頭の形が違う。かっこいいよね。豪雨もやみ神獣も戻った。なんとめでたいぞよ。そうやってドレファンさんを見てみると、頭なんか傷がついてて、まあ昔なんか活躍したんだろうなってことが、まあ、想像できますね。ジャブフフフ、ワンピースか。リンク、最高だぞ。これで最後だろうな。こいつの歯を見るのは。いや、でかっ。3メーターぐらいあるべ。リンク、本当にありがとう。君には感謝してもしきれないぞ。壊滅する運命だった我らが里を君は救ってくれた。さあ、最上級の感謝を送るぞ。この人は感情がストレートでなんかいいね。てか指導時、横から見ると顔がなんかサメに食われてるみたいなフォルムなんだ。かっこいい。かわいい。かわいいな。着ぐるみ着てるみたい。ゾゾゾ、最高だぞ。あ、舐めてんのか。今のが最高の感謝か。てか金よこせ。その宝箱の中、まあおそらくミファーが使っていた槍かなんかが入ってるんだろうけど、売っ払っていいかな。間違えて話しちゃった。あ、なんか話したいこと、ワルッタの中からその他は生還した。あー、ミファーのことそういえば話してなかった。じゃがミファーは戻ってこなかった。これはやはりあれか、もう手遅れだったということか。魂と会った。まだ間に合うぞ。ドルファンさん、ゾウの頭の上行っとけ。いるから。魂と。それでミファーは、ミファーは何か言っておったぞよか。そうか、ミファー、何ということ。何か言ってたっけ、何つってたっけ、忘れた。わしは何もしてやることができなかったぞよ。じゃがミファーは英傑の使命を果たしたのだ。まあそうですね。でも娘、やーよねー。それならそれを見守ってやるのも父親の務めだったと思うべきか。お前はミファ守ったんだろうな、100年前の戦いで。リンク、あれはそなたのことが大好きだった。今もきっとそなたの助けができて喜んでおるに違いないぞよ。どうかそなたもミファのことを忘れないでやってほしい。絶対に忘れない。いいね、いつも一緒だ。いいね。いや、どう、あ、でももうミファーの力を得たわけだから、もうこっちだね。
む、そう言ってもらえるとは本当にありがたいぞよ。服もミファーの、まあ自家製ミファーが作ってくれたもんだしね、リンクのために。リンク、何かに困ったらいつでもこの里に来るがよい。どんな時でも一族全員で歓迎するぞよ。ありがとうリンク、ありがとう。感動だね。こいつずっとここで座ってんのかな。いいご身分。まあでも大変なんだろうな、王様も。で、強いんだろうな、この武器は。大して強くねえな。降臨の槍。英傑ミファーが愛用していた優美な瞑想って書くの、読むのかな。治癒を得意とするミファーだったが、槍の扱いも一流であったと言われている。あれ？あ、そっか。戦いで、いろいろ武器を失ったからな。でもこれもいつか壊れるよね。この氷練り壊れたら、再び手に入るんだろうか。それはまあ、入らないってことないと思うんだけどね。このゲーム結構武器壊れるからすぐ。おー、ゾーラの、いや、盾今、防御35なのに、今18だったな。他に、奪える宝物はないですかね。なさそうですね。では、あれ、目的地をもう、ああ、でもこっちか。いや、違うな。これ自分でつけたピンだ。それでは、多分じゃあ次の行き先はですね、ミッションで言うと、メインチャレンジのこの3つのどれかかな。違うね。ホコラチャレンジ、違うな。ミニチャレンジで、確か、果ての古代研究所。あ、もう一人の研究者、これか。ロベリーさんって人に会いに行ってみようか。なんか割と上の方に。ああ、この辺りか。うん。そしたら今回は、こっちの北東の方にちょっと向かってみましょうか。ただ、あそこに着くまでにまたね、いろいろわちゃわちゃ冒険したり、サブストーリーこなしたりするので、動画の後半と前半はね、もう1日以上離れた、まあ、録画になるんですけど。じゃ、ちょっとまたしばらくね、遊んできます。はい、それじゃあやっていきますか。なんか動画の前半は割と、南の方、このゾーラの里の中のお話を確かやってたと思うんですけども、まあ、あれからね、また土日遊びまくって、この辺りとかいろいろ行ったりね、下の方にも行ったりしまして、で、ようやくストーリーに絡みそうなところまで進められたので、また撮っていくんですが、確か10分ぐらい余ってたんだよな。なので、なんか、軽いもん一つやっていこうと思います。この人、あの、かかりこ村で、妖精の泉を探してるおじいちゃんだったんですけども、まあ、この地方にも来てるみたいです。で、リンクのシーカーストーンには、100年前ゼルダと一緒に撮った、まあ、風景が、12枚ほど保存されていて、ちょっとこの人はその場所を知ってるみたいなので、聞いてみます。そのシーカーストーンの中のゼルダと、ゼルダ姫と撮った風景ですね。うむ、この絵。この泉と女神像には見覚えがあるぞ。泉はわかる。女神像は、あ、真ん中にちょっとあるのか。薄く見えるね。ここから西に広がる北枯れ平原にあった遺跡がこんな場所だったはずだ。実況が2日ぶりぐらいで、声の出し方忘れました。ここからだとほぼ真西だ。きっとすぐに見つけられるはずだぞ。と、いうことで行きますか。ちなみに今着てる服、これあのハイラルのまあ一番ポピュラーな服なのかな。ハイリアの服と、でいろいろゾーラのシリーズもハイリア兵のシリーズも忍びマスクもまあいろいろなんつうか手に入れた上に強化してありますね。いやー本当にいっぱいやりました。このゲームね、まあ、何回も言ってますけど面白すぎて
永遠にやっちゃいますね。土日、まあ今日、今月曜日なんですけども、あれどこ向かってんだ俺は今。北彼平原の泉、ここかな多分。左前方に進めばよろしいわけか。ちなみにこの辺りにも行こうと思ってるんですよね。ドクロの形してるドクロ池。なんか怪しいやつがいるみたいなんですわ。この動画では行かないと思いますけどね。で、そう、このゲームね、面白すぎて、ほぼ永遠にやっちゃうんですよね今日月曜日で土日ずっとやってたんですけど、まあそれでも全然遊び尽くせないしね。いやー楽しいですね。こんな面白いゲームがあったとは。で、この氷の体験とかいろいろ武器も新しく手に入れて、まあ新しいのはこの氷雪の体験ぐらいかな。前方に見えるかな。あ、全然左だ。左90度、あっちか。見えてきましたね。ちょっと馬じゃいけなそうだから、うわ、俺のみなみちゃん、こいつ殺す。クソ。ああいうやから、あ、殺すまでもなかった、落ちた。間抜けだな。おい、わ、でもかっこいい馬も乗ってますね。あ、よく見たら青いブチか。はい、まあ置いといて、ここだな。うん、どうやらここのようです。よいしょ。おお、ここに行けば多分記憶が蘇るんだと思うんですが、これがね、さっき写真で見た、アルバムの中にあるこれですね。だいぶ暗い、なんかこれを撮った時は夜だったのかな。うん、完全にこの構図ですわ。これはお祈りするとハートの器とか、あ、もらえるやつですか。よくぞこの泉を訪れました。この力の泉に赤き精霊オルドラの鱗を捧げなさい。ん？私、女神ハイリアがあなたを導きましょう。オルドラの息子？息子じゃねえ、鱗。オルドラ、なんか見た感じドラゴンっぽいですけどね。あのドラゴンはね、いるんですよ、ドラゴン中種族が。ただその赤い鱗を持つオルドラみたいなやつではなかったんですけど、僕が発見したのは、あ、はい、これですね、フロドラ。いや、めっちゃ見えにくいなこれ写真下手くそすぎるわ。まあなんか、体が電気に包まれてるドラゴンみたいな、そういったのを発見したんですよね。で、フロドラ、赤い鱗ってことは炎のドラゴンってことなのかな。まあ、ドラゴンは見つけたら動画に撮っていきたいと思います。それじゃあちょっとこちらで思い出す100年前のゼルダとの記憶、まあこれが初めて思い出すあれかな、12枚のうち。さあ、まあゼルダ姫はここで修行してたんでしょうけども、まあリンクはそのお月の感じだったのかな。顔が赤くなってる、かわいい。寒いのかな。王家の姫が代々受け継ぎし厄災を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの、そう聞かされて育ちましたけれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。お父さんも堅物ですな。でも幼い頃からどんなに頑張っても祈っても、古代の神ゆかりのこの地にすがってすら
なる力が私を唱うことはなかった。寒そう。教えてください、私には何が足りないのですか。リンクが持ってる剣は大魔の剣かな。まあリンクは大魔の剣をゲットしてもゼルダ姫の能力はまだね目覚めてないから、ガノン封じる力はまあ揃ってなかったってことなんですな。いやー大変そうでしたね、ゼルダ姫ここで祈ってたんだ。まあ時間的にはちょうどいいかな。向こうなんかないか行ってみますか。なんかあるな。まああんまり目的のない冒険はそのあれですね、動画にはしませんけど、でもあんまり何もなさそうだな。うん、じゃあ今回記憶取り戻した、取り戻した、ちょっと思い出せもしたことだし、ここまでにしましょうか。おいで次回なんですけども、どこ行こうかな。目的地であります、冒険手帳のなんだかな、あ、これ果ての古代研究所、もう一人のロベリーさん、ロベリーさんもねド変態というかかなりやべえやつるみたいですね。最初にいた馬宿からちょっと北に行けば、着くみたいなので、次回はここ行ってみます。で、ドクロの池も行ってみたいな。はい、じゃあ今回ここまでにしましょうね。ご視聴ありがとうございました。